で、ジャブ俺たちは超えてく。いつか見た景色を塗り替えて叫ぶ。存在の照明のギャラリーの鳴り行きつけてゆく。僕、今日はこのラープ県って言って、西洋でアメリカ、そういったところで流行ってる鎧を着てこういうので叩き合うファンタジーライクの、なんて言ったらいいかな、スポーツに使われるこの剣について解説していく。で、これまではソードアートオンラインのポリウレタン製の剣とかそういうの持ってたんだけど、いかんせんほら振ると、これはブヨン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 とブヨン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 なるんだけど、このぶっといタイプ、例えばソードアートオンラインならキリトが使ってたあのブラックプレートなんかだと大丈夫なんだけど、これ振るとヨヨヨーンってなっちゃうから締まりがない。そう、締まりがないからあんまり、まあ武術全般の、そうだね、まあ武芸でもちぎりやばいかなってぐらい、あ、スポーツチャンバラの武器みたいな感じでしか使えない武器、でブヨブヨする代わりに当たっても衝撃が和らげられて、まあ効かない、まあ痛いけどね、そういう武器なんだけど、この剣は買った時に135センチあるっていう情報で買ったんだけど、これぐらいあったんだけど、スペックだと買ってみたが残念、1メーターしかなかった。よって、あ、短いよ。で、この世界さまざまな武器あるわけだけど、まあモンハンに出てくるようなでっかい武器なんかもあるんだけど、で今回用意したのがこれだ。これ全長145センチの巨大な剣。もうみんなこのチャンネル見てる人はもうご存知、え、持ってたじゃん。そう、持ってるんだよね、持ってるんだけど、まあ、5キログラムあるし、まあ、やっぱり、まあ、軽くてでかいやつが欲しかったんだね。で、これを買ったんだけどダメだったから、まあ、今回ちょうどよかったから、ファイナルファンタジー7リメイクリバーが発売されて、中国人が乗りに乗って作っちゃったこの超大型のポリウレタン製のおもちゃ、おもちゃって言っても弾薬力はどこそこある。これラープで使ったら反則だね、普通に大怪我しちゃう。 1.3 キロぐらいあるらしい、こんな感じで片手でブン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 振ってるけど、正直言って、子供用のおもちゃじゃないから、こんなんで。で、今日何やるかっていうと、ファイナルファンタジー7の主人公のクラウド君が戦いで勝った後に、こうやって、まあ、剣をぐるぐる回すと思うんで、ぐるぐる回して、それで、こんな感じで、やるんだけど、これ軽い剣だから、まあできなくはないけど、まあこうやってここ人差し指と中指の間に束を挟んで回す。で、握ったまま回すと手首をどんなに頑張っても刀がちょっと上に反れちゃって綺麗に、まあ、円を描かないから、だから人差し指と中指の挟んでくるくる回す必要があるんだけど、ただ
こっちの源泉台の方でやるとどうなるかっていうと、もう足してつくと思うけど、うん、指に負荷かかって無理なんだよね、できないんだよ。まあ、原作はなんかこんな感じで、ここ手首がくるくる回転してる感じ、くるんくるんくるんって回転したけど、あんなのはロボットじゃないかできないわけで、まあ、サガフロンティアに出てくる多段切りとかやってるロボット、そういう人間じゃなければできるんだけど、人間だとどうしてもその回すって言っても手首に限界があるから綺麗に回せないんです。でなおかつバスターソードに関しては、まあ公式でももうすでに言われてるけど、もう何十キロ回ったりすると毛になっちゃうから、まあ、鋼を使えばアルミ製でもまあ5キログラムとかあるから、さすがに指で回すなんてできないんだよね。これ 1.3 キロですら上がらない。まあ、マッチョなら、ゴリマッチョならギリできるかもしれない。うん、今日はそういった内容で、あとこれマテリアナもついてるんだけど、あ、直径35ミリ、うん、スーパーボールを入れることはできる。だそのスーパーボールはちょっと値段高いし、なんか手に入らないから、借金に売ってないからね、うん、卓球のボールは 4あるから、こんな入らないから。シネマンガ TV っていう YouTuber がファイナルファンタジー7のネタで動画作ってるけど、サムネイルだけ、まあ、こんな感じで背中に剣ついてるけど、全部コラだからね、まあ、買えないんだね。まあ、高いのもあるけど、値段が高いのもあるんだけど、まあ、ああいうケチくさいチャンネルじゃあ通って手に入らないもので、まあ彼らはお金を稼げてても結局それだけに損失を出したくないから。うちは別に金儲けなんて一切何も考えてないから、ただ大事なのは経験だね、体験経験、そのエクスペリエンス。あるかどうか、あーなんかもうただの演劇だから、うん、エクスペリエンスはなくて、ぶっちゃけ運営にバンされないためにも傘とか100円均一の大総研とか使ってりゃいいんだよ。シネマンガ TV に限らず他のバラエティチャンネル大体そうなんだけど、まあ、それは子供向けなんだから。でもうちのチャンネルは子供向けじゃない。もちろん TikTok のせいで YouTube をだんだん子供向けにしようってしてるんだけど、正直子供向けの作品なんてつまんないし、何より子供向けならサンちゃん見ろと、それいきアンパンマン見ろと、おじゃる丸見ろと、うん、NHK でも何度用意してくれてるじゃん、子供用のコンテンツなんて。だから子供はクレヨンしんちゃんでも何でもそうだけど、子供はドラえもんでも何でもいいから子供用コンテンツを見ること。で大人はまあそういうのも見る年齢じゃないから、じゃあ何やるかって言った時に、じゃあ子供向けじゃないコンテンツを見ましょうと、そういう話になるんだよ。なんだけど大抵の人はもう大人向けのアニメとか映像作品を子供向けだと勘違いして、なんかアニメなんか見てるのは子供だみたいな。ああ全然そんなことないから、うん、アニメもゲームも子供がやるもんって言われてるけど、実際子供なんていうのは勉強するべき、学校の勉強をやって真面目に働けるように頑張るべきだって、漫画もアニメもゲームも、まあ、2の次3の次であるべきなんだよ。じゃあそれらは誰がやるかって言ったら大人が、まあ、タケとタバコとパチンコ競馬やって、それでつまんねえ人生を送るようなことにならないためにやるべきなんだよ。ゲームにしても漫画にしてもアニメにしても、あ音楽もそうだね、
そういう、まあ、大事な教育っていうのを誰かがやんなきゃいけない。でも学校は何も教えてくれない。学校はすくすく育ってくれて、そんでそういった競馬とかパチンコとか宝くじとか何でもいいけど、そういうのにガボガボ積み込んで上級国民の天下りに金を落としてほしいって、それしか考えてないから。子供のことなんて考えてないんだよ。だって子供を大切にしようとか言ってくれないから、子供のこと。Has your mind? Has your mind? In your mind? My shoes, keep it together.